お笑いコンビ、トロサーモンの久保田和信、44が2日放送のテレビ朝日、耳の穴かっぽじってきて、火曜深夜に34に出演、2月に解散した、プラスマイナスの金光隆、45の悲劇をぶちゃける場面があった。写真を笑いコンビプラスマイナスの金光隆、久保田とウエストランド、井口博之がマックを務める新バラエティー。本音で生きるマック2人があらゆる人が書いた文章を音声化し、その本音と向き合う番組。初回のこの日のテーマは、解散した芸人の本音。井ノ口はいくらなんでも、こんなにえぐってくるんですか？と困惑。久保田も、一発目からやで、と苦笑いを浮かべた。今年に入ってからだけでも、和牛、安山漫才、甘神インター、プラスマイナス、ハイツ友の会と人気コンビの解散が続いている。井ノ口が、ここ数年、ちゃんと世に出ている人も解散すると指摘すると、久保田も、何やろうなと驚き、井ノ口は、昔なら不仲であろうが、仕事あればやって、おのおの活動していればいい。今までは、解散って明言してなかったとした。そんな中、久保田は、言うけど、初めて、誰も言ってないから言うけどと前置きしつつ、金光さん、家買って、車も買ってるんやでと、金光の実情を暴露。車は3年待ってきたんだぜ、来た途端解散、ちょっと待ってよとと嘆いた。プラスマイナスは、吉本興業が2月22日、岩橋義正とのマネジメント契約を同日付で解消したと発表。コンビも解散となった。ピン芸人となった金光だが、2022年12月に家を購入し、2年4ヶ月前に注文した車がようやく届いたところだったと、出演したラジオで明かしていた。